い、さあ皆様こんばんは。 LJL2019 スプリングスプリットウィーク2の模様をお送りいたします。本日 MC を務めさせていただきます吉本クリエイティブエージェンシー所属ピン芸人の武藤と申します。よろしくお願いします。さあ、そしてオープニングには愛知さんに来ていただきました。はい、本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、僕ちょっといろいろ至らない点あると思いますが、はい、ちょっと愛知さんにおんぶに抱っこで今日はよろしくお願いします。今日はね、打ち方相方がちょっとお休みですからね。そうなんですね、はい、声がね出なくなっちゃったというレボルさんがね、はい、はい、というところでそういうところも踏まえまして皆様よろしくお願いしますということですが、さあ先週より開幕していたしましたスプリングスプリットですが、愛知さんあっという間にウィーク2となりましたが、はい、先週実況してみて今年の春いかがでしょうかね。開幕する前までは1チームやっぱりデトネーションフォーカスミーが圧倒的に強くなってしまうんじゃないかと、そういった予想があったんですけれども、はい、他のチームもちょっと実力的に強いのでかなり混戦に今年はなるんじゃないかなっていう予測を今してますね。さ、前回ね2連勝では来ましたが、はい、なかなか危ない試合もあったから、そうなんですよね、これどうなるかというところが見ものでございます。さあ、そして視聴者投票、今日すげえ甘噛みしてますね視聴者投票によりますウィーク1の MVP の発表でございます。ウィーク1のロール別ウィーク MVP はこの方々ですということで、さあトップがエビ選手、そしてジャングルがワンス選手、ミッドがダッシャー選手、 ADC がユタポン選手、そしてサポートがゲン選手と、こちらの5名となっております。やっぱり熱き戦いをしたそのデトネーションオカスミーからは3名選ばれていますし、あとはやっぱりワン選手のその活躍というのも逃せないポイントでしたね。そしてダッシャー選手が何よりもちょっとあまりにもそのデビュー戦が衝撃的すぎて、まあ選ばれたというのもありますよね。前回ね、愛知さんがね前評判が高いからどうなるかって言ったら、本当にダッシャーさん活躍しましたからね。そうですね、はい、MVP に入ってきたということでございます。さあ、さらにこの中からもっと投票数が最も投票数が多かったウィーク1の総合 MVP はこちらの選手ですと。さあ、デトネーションフォーカスミーよりユタポン選手でございます。あのゲン選手もその近しいんじゃないかなと思ったんですけど、やっぱり2ゲームを通してユタポン選手デッドしている数が1回しかなくて、2ゲームとも活躍しているので、周回 MVP ではまあユタポン選手かなと。あの激戦の中で落ち着いてやれたって淡々とできたんでって言ってましたもんね。はい、そこの落ち着きようがね、やっぱり昨年の覇者というところもあるんじゃないかという。インタビューも良かったですよね、はい、僕がやんなきゃいけないからっていうね言ってましたね、はい、チームを背負ってる感がすごい出ておりました。さあ、今週のウィーク2ではどんな選手の活躍が見れるでしょうかと、そこを皆様お楽しみにということで、さあこの後行われる試合のスケジュールはこちらとなっております。さあ、ウィーク2デイ1ということで、ゲーム1は戦国ゲーミング VSV3 e スポーツ、そしてゲーム2はアクシズ VSV3 e スポーツ、そしてゲーム3ラスカルチェスター VS 戦国ゲーミング、そしてゲーム4アンソールドスタッフゲーミング VS バーニングコア、そしてゲーム5本日最終試合ですね、アンソールドスタッフゲーミング VS デトネーションフォーカスミート、本日こちらの5試合をお送りいたします。さあ、全試合注目というのは当たり前なんですが、はい、中でも愛知さん注目しているのは、まあ、最後の2試合に、はい、まあ、なるかと思いますね。まず一番重要なのは、はい、アンソールドスタッフゲーミング VS デトネーションオカスミーの、まあ、昨年の夏の1位と2位の直接対決、これで、この対決でどちらが勝つのかで、まあ、今年のまず2019年のスプリングが占われる、まあ、試合になるかなというのもありますし、先週バーニングコアがすごくデトネーションオカスミーに対していい試合をしたの で、ね、ここの 1-2 対決にバーニングコアがアンソールドスタッフゲーミングに勝つとなると食い込んでくるということになりますから。なるほど、だからこの後半2試合はすごいマッチアップが見れるんじゃないかということでございます。さあ、本日も試合から目が離せません。それでは早速ゲーム1戦国ゲーミング VSV3 e スポーツの試合、まもなくです。皆様こんばんは。 LJL2019 スプリングスプリットウィーク2ゲーム1戦国ゲーミング VSV3e スポーツの試合の模様をお送りいたします。実況のイエーガーです。解説はリクルートさんでお送りいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、本日の試合ですが、パッチは 9.1、グローバル版はございません。各ゲームでツイッターにて勝利チーム予想をしております。方法はツイッターであなたの勝利予想チームハッシュタグウィンをつけて投稿をお願いいたします。
さあそれでは両チームのスターターを見ていきましょう。まずは戦国ゲーミングのスターターです。トップレイヤー、ジャングルスマイル、ミッドタカ、 AD キャリーオッテギ、サポートライナとなっております。続きまして V3e スポーツのスターターです。トップパズ、ジャングルネオ、ミッドエース、 AD キャリーゼロスト、そしてサポートがビビットとなっております。続いて両チームの注目選手です。さあ戦国ゲーミングからはオッテギ選手、そして V3 スポーツからはビビット選手です。まず V3 スポーツとしては、先週のところでネオ選手が、2戦目でかなりの有利を取ったにもかかわらず、スノーボールができなかった。そこでやはりビビット選手の助けが一つ必要だろうというところで、まあ、レーンから離れてネオ選手と共に行動することで相手のジャングルに入っていくという動きが求められると。一方で戦国ゲーミングとしてはこのオッテギ選手、まあ、先週非常にレーンからパフォーマンス優れたプレー見せてましたから、そこでビビット選手が離れないようにレーンで圧力をかけるというのが彼の役割になっているというところでこの両名を挙げさせていただきました。さあ各ステータスさ出ておりますが、そうですね、先週使用したチャンピオンですね、ケイトリン・ラカンとなってますが、ホッテキ選手はチャレンジャーズコリアの時はあまりレーン戦がうまくいかずに、そこからやっぱり、ミドルゲーム中盤以降のパフォーマンスが優れているプレイヤーでもあったんですよね。ただ序盤うまくいかずにというプレイが多かった。そこをケイトリンというチャンピオンをピックすること、さらにはオフシーズン中の調整でしっかりと仕上げてきていると。そこに対してビビット選手がどれだけレーンの圧力をかけて、まあ、ネオ選手と共に行動ができるのかというところが鍵になってきそうですね。プレッシャーというところでオッティキ選手 CS パーミニッツ 10.28、 全プレイヤー中トップですから、レーニングかなり強いプレイヤーなんですかね。まあ、そのように仕上げてきたのではないかなというふうに感じますね。そこに対してビビット選手 V3 サポートとしてしっかりとプレッシャーをかけていかなくてはならないと。ゼロスト選手に一人でもファームできる安全なチャンピオンを渡してという形が作れればベストですね。なるほど。どうですか、ドラフトのところからそういった点から仕掛けてくるということはありそうですか。そうなるとも思いますね。さあドラフトが始まったようです。ブルーサイドは戦国ゲーミング、レッドサイドは V3 e スポーツです。サイド選択権は戦国ゲーミングが所有しており、ブルーサイドを選択しています。さあ番進んでいますが、戦国ゲーミングがイレリア・ガリオ、 V3 e スポーツがモルガナと。ここでやはりボットレーンで圧力をかけられるモルガナを一つ番しておくことで、ビビット選手が動きやすい状況を作り出そうと、そういう狙いがありますね。もうこのモルガナ番からといったところを狙ってるわけですね。さらにはライナ選手、非常に先週モルガナでキルポテンシャル高いプレー見せてましたから、まあ、ここはバンなのかなと。さあ戦国ゲーミングがサードバン、あかり V3 スポーツのサードバンです。さあここまでのところでイレリアであったりアーゴットといったチャンピオンがまだ残っている、ルシアンも残っていますよね。そこをどうコントロールするのかですが、おっとまずはルシアンですが、さあそんな中、まあ、アーゴット、エイトロックス、そうですね、はい、エイトロックス、まずはエイトロックスを取ってアーゴット、ラカンと返す。やはりビビット選手のラカンは一つ選手も優れたプレーありましたから、ここは取っておきたいですが、さあ V3 スポーツ、そのアーゴットをまずは選択してきそうです。こうなるとセカンドピックでラカンととなると思いますね。ただ気をつけなければいけないのは、ライナ選手、アリスタが非常に得意といったところもあるので、おジャングルを先に押さえました。先に信者を抑えましたね。これによって序盤、ネオ選手が動きやすいジャングルを一つ押さえておく。ネオ選手であればオラフであったりリーシンであったりといったところでチャンピオンプールが広いので、先にラカンを押さえておくというのもあるのかなとも思ったんですが、ただライナ選手のチャンピオンプールを考えるとラカンにカウンターが当てられてしまうのではないかというところで、サポートを隠したような形になりますね。先に戦国ゲーミングにサポートピックさせたいということですか。そしてレーン有利な状況を作る。ただ戦国ゲーミングがエズリアルを選択、これどうなんですか。 V3 スポーツ試合前の話ですと、ゼロスト選手に一人でファームさせるチャンピオンをということでしたから、こういったエズリアルというチャンピオン取りたかったんじゃないですか。それを先に取り上げたような形ですよね。これでさらにタムケンチまでピックしていくとかなり面白いですが、とラカンにしましたね。本当に両方取り上げましたね。そうですね、 V3 スポーツが欲しいとされるチャンピオン、ボットレーンのチャンピオンですよね、エズリアル、ラカンと抑えてきたのは戦国ゲーミングです。
それに対してビビット選手が何を選択するのか、タムケンチ、まあ、船旅によってサイドレーンで影響を出しに行くのか。今見せているビクター、そのままロックイン、もしかしたらボットレーンの可能性もありますのでまだわからないですが、ただボットレーン、ゼロスト選手がビクターを使えるとなると V3 としては今後大きな武器になりますから、ここで見せに来たということもあるかもしれませんね。さあここからセカンドバンフェイズ、戦後ゲーミングとしてはこのビクターがどのレーンに行くかというのは今の段階ではまだわからない。アーゴットもトップミッド行けますし、かなりフレックス性が高いので予想はつきづらいですが、ただそうですよね、ジャングルを抑えている中で戦国ゲーミングとしてはジャングルまだ抑えていないですから、序盤流行るチャンピオンをバーンしていく一方で、戦国ゲーミングとしてはビビット選手が動けるチャンピオン、そしてラカンのカウンターを一つずつバーンしていく形ですよね。タムケンチ、これもまた動けるチャンピオンの一つですよね。あとはアリスターであったり、まあ、レオナのようなカウンターのチャンピオンをバーンしていきたいと。V3 スポーツ、さあラストバン、ゾーイ、まあ、エズリアルゾーイのラインの、ポーク構成を一つ警戒したような形ですね。さあラストバン、戦国ゲーミングサポートの、そうですね、アリスター、ここからビビット選手を動かすとなるとレオナをピックしたいのかなというふうにも感じますが、おスレッシュ、スレッシュでもいいですね。このチャンピオンも動けるチャンピオンですよね。さらには少数戦フックであったりランタンであったりと、まあ、レオナより器用に動ける。さあ戦国ゲーミングのピックです、セジュアニ。さあそしてラストピック、リサンドラ、淡々と抑えていきます戦国ゲーミング。ここはかなり硬いピックをしてきましたね。セジャンにリサンドラと非常に CC も豊富ですし、まあ、サイドレーンのロームといったところも可能と。 V3 スポーツ、大事な大事なラストピック、このピックによってビクター、アーゴットがどのレーンに行くかというところが見えてきそうです。バルスなんかをピックしてというのもありですが、やはりそうですよね、フィオラトップですね。まず選手の得意チャンピオンですよね。 V3 としてはもう各レーンで、勝っていくというところをまず一つ重要視したピックにはなっていますが、さらにはエイトロックスに対してもフィオラは非常に有効なピックになっているんですよね。そういったところをカウンターを重視するという意味でもパズ選手のフィオラ一つキャリーできるのではないかというふうに見てますね。V3 スポーツはこのラストピックフィオラによってトップレーンは勝ちに行こうとしていることが分かったわけですね。そしてミッドレーンエース選手が使うアーゴットもスプリットプッシュが得意ですし、 1-3-1 の形を取ることも可能です。ビクターは E によるウェブクリアも早いですし、3のところを保たせることもできますから、ここかなり V3 バランスの取れたピックができていると言って間違いないでしょうね。対しての戦国ゲーミングはどうですか。戦国ゲーミングとしては5対5の集団戦を一つ狙っているような形ですよね。両コーチ握手をして、さあレンのマッチアップ再び確認していきましょう。先ほども言ったように戦国ゲーミングとしては、5対5の集団戦を狙う、さらにはリサンドラ、セジャニ、ラカンのこの強力な、CC コントロールですよね。そこから一つキャッチしていきたいという狙いもありそうですね。一方で V3 スポーツとしてはフィオラ、アーゴットを中心とした 1-3-1 の形、ビクターがサイドレーンに出ることもできますが、やはり3の部分を持たせるという意味でも、まあ、中心にいた方がいいのかなという形ですね。さあ V3 が 1-3-1、 戦国ゲーミングはキャッチをしていきたい。集団戦そうなると当たった際、5対5の集団戦であれば戦国ゲーミングは有利なんですか。そうなると思いますね。やはりエイトロックス、リサンドラ、かなりバックラインに入ってくるチャンピオンに対してビクターだとどうしてもブリンクが足りない。さらにはビクターはゾーニングが非常に得意なんですが、エズリアルであったり、エズリアルはかなり長射程からダメージを出せますし、他の4体はそれを無視して突っ込むことが可能なので、これはどちらかというと、まあ、レーンのウェーブクリアの面であったり、まあ、レーンの強さというか、出撃まであと30秒。さあ始まりました LJL2019 スプリングスプリットウィーク2ゲーム1、戦国ゲーミング VS V3 スポーツ、スタートです。さあまずはお互いに広がり合うような
おー、フーウィルウィンは 67% 戦国ゲーミングウィン、まあ、先週のところで戦国ゲーミングかなり完成度が高い、まあ、チームプレーできていた一方で V3 としてはチームとしてばらつきがあったというところもあっての評価だと思いますね。 V3 はこの評価覆していきたいところですよね。ワンピックのところではかなりこう練ってきているなと、しっかりと先週の点を踏まえてチームの構成を考えてきていますから、ここ構成通りに狙いを動かすことができれば V3 としては十分勝率が高いバンピックになったと言えると思いますから。そしてお互いのジャングラーともにトップサイドスタートを選択しました。スマイル選手としては序盤にネオ選手の使う死んじゃおと当たりたくないですから、一つルートを避けるような意味合いでもブルー側からスタート、一方で死んじゃおとしてはセジャニーに対して積極的に入っていきたいというところもあってレッドバフスタートになっていると思いますね。となるとここからネオ選手相手のジャングル入っていく動き見せますか。レベル3に最速でなれるようなルートを選択していることからもそれが伺えると思いますね。さあこのミッドレーンのマッチアップはタカ対エース、そしてネオはこの位置、さらにはこのルートを取ることによってフィオラが安全にエイトロックスと 1V1 ができるというところも含まれていますから、ここかなり V3 としてはいいスタートが切れていると思いますね。やはりこのトップレーナーパズをしっかりと勝たせていきたいという狙いもありそうですね。一方でスマイル選手としても自分たちのパワースパイクはアルティメットを覚えてからグレーシャルプリズンを覚えてからというところは分かっていると思うので、しっかりと信者を避けるルートを取れている、素晴らしいですね。お互いジャングラーの動きとしてやりたいことをしっかりとやれている、そんな状況なわけですね。ただネオ選手としてもここのところでセジャニが見えないので、まあ、スカトル、まあ、ルートを外されたというところもあってスカトルのコントロールを先に優先して取るルートに切り替えましたね。ここは素晴らしい判断じゃないですか。これによってセジャニのレベル6遅れますし、序盤のコントロールは V3 が取っていると見てまず間違いないでしょうね。レーンのマッチアップを見てもどのレーンもしっかりとプッシュができていることから信者が動きやすいというのは間違いないでしょうし、さあそうですね、トップレーンはかなりもうすでに押しているような状況、タワー下でレイヤーファームを取っています。どうしてもエイトロックスは Q を当てなければダメージが出ないという、とボットレーンではプレーからファーストブラッド、さあ一瞬の隙を見て一瞬の隙をついて V3 スポーツファーストブラッド獲得。やはりここですよね、スレッシュのワンバーストから、しっかりとビクターがバースト合わせてのキル、ラカンは耐久力が少しナーフによって厳しい状況まで下げられてしまっているので、このように捕まってしまうと脆いんですよね。さあ先ほどのシーンのリプレイです。おー、よく当てましたね。さらにはここ E でブリンクでオッテキ選手に飛んで W のスタンを回避しようとしたところだったんですが、フレイで戻してスタンを強引に当てたと、かなり素晴らしいプレーでしたね。ビビット完璧なフック、これによって試合前に言っていたようにビビット選手ゼロスト選手がレーンで有利を作りましたから、こうなるとビビット選手がミッドレーンそしてトップレーンへと動く猶予が生まれる、ネオ選手の連携が一つ鍵になってきそうですね。さあ戦国ゲーミング今度はトップレーンスマイル寄っていますが V3 スポーツここ警戒できてますね。パズ選手しっかり警戒して下がってますね。さあそしてビビットが動いています。この動きを V3 スポーツとしてはどんどんしていきたいと、これによってセジャニの動きを見つつ、さらにはビビット選手が眼光を仕掛ける眼光のプレッシャーを生み出すことによってレーン全体を押し込んでいく、そこからの有利でどん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 1対1へのスノーボールを狙っていくというのが V3 としての狙いですから、これ非常に見事な形でチームの動き作れてますね。ここまでは V3 スポーツ1周目を踏まえての修正ができているということですか。それに対して戦国ゲーミングとしてはやはりリサンドラのアルティメット、そしてセジャニのアルティメット、かなりアルティメットを覚えてからパワースパイクを迎えるチャンピオンが多いので、そこは一つ待ちたいのかなと。さあその両プレイヤーのレベル、スマイルはレベル4、タカはレベル5、ただ V3 としてはそれを待つ前に一つ有利を作りたいということで積極的に動いてますね。さあネオが一つワードを破壊、ここでアルティメット覚えられる前に、おっとこれいきますか。さあビビットフックはこれは空振りになっています。ただスマイルがその後ろ、ゼロストにダメージ入っていますが、しかしここは切るまでは届きません。ここでスマイル選手の位置が見えましたから信者としてはトップレーンのジャングルに入っていけるというような形ですね。
さあまたしてもフックが入る。お次その下にはグラビティフィールド、ただここはブリンク間に合います。このような形でフックで圧力をかけ続けてレーンをプッシュする、その後ビビット選手が動ける時間帯を作ってという形ですね。スローが入った。タコはただここはブリンクアウト。いやエース選手も素晴らしいですね。リサンドラに対してしっかりとレーンアドバンテージ取れてますし、おっとストーン入っている。やはりこのマッチアップフィオラサイドに有利がありそうですね。オットレーンではもうかなりヘルスの有利があります。 V3 スポーツが有利を取っています。 CS の差が、まあ、トップレーン以外のところではついていないというのが戦国ゲーミングとしては救いですかね。ここのところで CS が10、20と離れていってしまっていれば、そこから1対1の展開かなり作りやすいですから、戦国ゲーミングとしてもうまく耐えれているような状況が続いているという形ですね。戦国ゲーミングはここまでうまく耐えてアルティメットを覚えてからということですよね。さあビビットが少しリバーに歩き出しています。ボットレーンサイドのディープワードを完全に抑えているので、次のドラゴンの戦いの時に、まあ、スムーズにテレポートが行えるようにと、さらには相手の位置を伺うことによって、まあ、不意に仕掛けられることを一つ警戒している。リサンドラのロームもこれで警戒できますし、ドライナーヘルスが危ないぞ。ビビットが前に出る。フラッシュイン、イグナイトが切られている。ライナーこれはイグナイトだが、しかしシールドビビット届いた。 V3 スポーツボットレーンまたしても切る。いや先週と比べて本当にこのボットレーンのパフォーマンスが素晴らしいですね。確かにエズリエル・ラカンというところでレーンの圧力といったところはそこまでないんですが、いや 2V2 のところで2キルですよ。それでも積極的にキルを起こしにいってますね。これによって本当に有利が作れている。ここから、まあ、ただキルを取っているのがビビット選手だけになってしまっているので、ここからですよね。フラッシュインからイグナイトでこのダメージ計算完璧でしたね。パッシブのシールドで生きるかなとも思ったんですが、ただそれでもビビット選手の計算が上回ったという形でしたね。さらにオッテキ選手のフラッシュ落ちましたから、これまた仕掛けられるんじゃないですか。ボットレーンいくらエズリアルといえども苦しいでしょうね。さあどうだこのレッドバフ、少しプレッシャーをかけに行くような動きを見せているのは V3 スポーツ。ただここは無理にはいきません。さあ戦後ゲーミング、ただスマイル選手、タカ選手、アルティメットが重要と言われていたプレイヤー、レベル7レベル8です。アルティメット覚えました。ただしここまでのところゴールドの有利といったところは全体的に V3 スポーツサイドに傾いているので、浮かずに仕掛けてしまうと手で反撃を食らってしまいますから、戦国ゲーミングとしても丁寧にことを進めなければいけない。ただしそこのところでも V3 がやはりボットレーンで取っていた視界のコントロールですよね、今ようやく取り戻しましたから、ここからようやく戦国ゲーミングとしては仕掛けるタイミングが生まれると、そういった形になりますね。ただライナー選手がまだアルティメット覚えられていませんか。まだレベル5ですね。ビクターを捕まえるにはやはり俺に夢中がある方がより仕掛けやすいですからね。そしてここで V3 e スポーツクラウドトレイクを触っています。ラカンが6になる前にという形ですよね。そこも素晴らしいですね。こうなってしまうと戦国ゲーミングとしてはここに対してプレッシャーをかけに行くことはできないですよね。そうですね、逆にここスワップなどの判断をしてヘラルドに意識を切り替えるというのも悪くない選択、やはりボートレーンのマッチアップ、トップレーンのマッチアップ不利ですから、そういった選択もありなのかなと思ったんですが、ただフラットにしてファームを進めていくと、そういった形になってますね。さあクラウドドレイク獲得は V3 スポーツ。 V3 としてはここからヘラルドのコントロールであったりタワープレートを一つ狙っていきたいので、やはりここビビット選手がいるボットレーン、もしくはビビット選手を動かしてミトレーンとガンクを進めていくような形、まあ、ただこの状況を考えるとボットレーンのダイブが一番理想ですかね。トップレーンも主導権取れてますから、テレポートの主導権というところは常にパズ選手にありますし、ミトレーンのところでもエース選手が主導権握っています。リサンドラにダイブを仕掛けるというのも難しいですから、それを考えると、まあ、ボットレーンが一番理想なのかなといった形に、まあ、試合展開としてはなっていますね。そう、ただネオトップレーンかなり押しているレイヤーのレーンです。前に出たパズ、アルティメットを展開、ワールドエンダーをレイヤー使ってはいるが、どうだレイヤーフラッシュアウト、さらにブリンクアウトを選択、ノックアップが入ったが、ここはスマイル素晴らしい寄りです。ネオはフラッシュアウトを選択、ただこれでワールドエンダー、さらにはレイヤー選手のフラッシュまで落ちました。
ボットレーンサイドで4対4を行っていればパズ選手がここからフラッシュのようにおっと少し高寄ってしまったか。ただここはブリンクアウト、倒されてしまいます。イグナイトが入ってましたかね。ちょっとこれ高いないと思っていましたかね。ヘラルドをやっているんではないかと、一つ視界のコントロールをしに行くという判断だったんですが、それをビビット選手がしっかりと読んで、まあ、先にフックできる位置を取っておいたというところが素晴らしい動きになりましたかね。そのままヘラルド獲得、 V3 スポーツへ。これトップレーンの有利を生かしてそのままヘラルドキャストしてもいいですね。とトップレーンに行きそうですよ。レイヤーまだアルティメット上がっていない。このタイミングであればタワーダイブを仕掛ければキル確実に狙えますから。さあただここは無理をせずスカトルコントロールで終わりゴールです。トップレーンに仕掛けるとなればやはりワールドエンダーがない時間帯が一番理想的ですから、ここでやめたとなるとボットレーンに一つ狙いを切り替える判断にどうやらしそうですね。あくまで有利が作り出せているこのボットレーンだということですか。 V3 ビビット選手の仕掛けも先ほどからかなりいいですから、しっかりとラカンを捕まえることもできてますし、そこを狙いに行くのがまあ妥当なのかなと。このビビットのフックが先ほどから冴えまくっている。さらにはフラッシュももう上がりましたし、フラッシュインからのランタンで強引な仕掛けというところも可能ですよね。ネオ待ってますね。戦国ゲーミング気づくことができるか。アーゴットが先に寄る形もできてますよ。さあただかなり警戒している戦国ゲーミング、スマイルも寄せようかという動きです。先ほどのトップレーンの動きのタイミングで、まあ、ここからボットレーンに切り替えてくるだろうという判断で視界のコントロールリバーしっかり取れていますよね。それによって戦国ゲーミングとしてはだいぶの判断気づけたようですね。さあ視界のコントロールを取り返していきますネオ。 V3 スポーツとしてはかなりどのレーンも有利が作り出せている。ここからやはりダイブというプレッシャーを作っていきたいわけですけれども、なかなかそこまではうまくいけてないですよね。そこがやはり先週からの課題ではあるわけなんですが、ただ先週と比べると比較的、まあ、キルが発生しているというところを考えてもうまくいっているのかなというふうには伺いますが、ただ本当にここからですよね。うかつにこう時間を伸ばしていってしまうとセジアニやリサンドラかなり引っ掛けていく能力高いですから、そこからのキャッチで有利を取り返される可能性もありますし、自分たちから仕掛けていくという行動を一つ、まあ、意識したいのかなというふうに見えますね。もう一歩先に、もう一歩上の有利を作りに行きたいということですね。ただタワープレードがもう終わってしまいますか。そうですね、もう14分になります。結果的には1枚ずつというところでイーブンのタワープレードの交換にはなりましたが、ちょっとここだけはもったいない点でしたかね。もう少し有利取れたんじゃないかなということですか。ここまで3キル発生していますし、ボットレーン主導権取れていた中でというところですから、逆に戦国ゲーミングとしてはタワープレート1枚だけ、自分たちも1枚割っていますから、実質まあ交換なしで割れたというのは大きいですね。さあブルーバフの受け渡し。さあそしておっとデュキ少し危ないですが、ここはブリンクアウト間に合っている。さあネオがあとはヘラルドどこに召喚するかですね。ドラゴンも湧くタイミングですし、ボットレーンを一つ重視しているようにも見えますが、さあどうするか。ネオはボットレーン待って、ここでヘラルドを召喚します。有利を作り出しているやはりボットレーン。このヘラルドを生かしてタワーを削りながら、まあ、無理をせずにドラゴンという判断にしますかね。そうですね、ヘラルドのタックルが1回入ります。ここはその後クラウドドレイクに切り替えていくのは V3 スポーツ。ドビビットフックをライナーに当てています。ただちょっとゼロストの位置が遠いか。 V3 としては構成上131は非常に強いんですが、エンゲージの面でやはりビビット選手のフックしかないという点でどうしても攻め手に欠けているというところが響いているようにも見えますね。ちょっとエンゲージしきれていないシーンが目立つということですかね。これが例えばビビット選手がラカンを取れているような場合であったりすると、まあ、一気にダイブの選択だったりといったところがやりやすいんですが、そこしっかりと戦国ゲーミング取り上げているので、まあ、このようなスローテンポな形になっていると。このゲームを伸ばしていくとそうなるとやはり戦国ゲーミングサイドが有利になっていってしまうんですか。 V3 としてはその
レートゲームチャンプビクターフィオラ揃ってますから、レートゲームになっても勝てはするんですよね。ただ中盤の段階で一度戦国ゲーミングがパワースパイク切り返すタイミングがあるんですよ。やはりミドルゲーム強いエズリアル、リサンドラ、エイドロックス揃ってますから、ここダメージキャリー3人がしっかりと相手のバックラインに対して圧力をかけられるのであれば中盤で巻き返せるとなると、戦国ゲーミングの時間帯がこの辺りから発生し始める。あ、もうこの時間帯からですか。 V3 としてはもうその時間帯を耐えなければいけませんね。具体的に何分まで耐えなくてはいけないんですかね。25分から30分あたりですかね。どうしてもフィオラーは2アイテム3アイテム必要なチャンピオンですし、ビクターにしてもまずヘックスコを完成させて、そこから2アイテム、1アイテム2アイテム完成させていかなければいけないチャンピオンですから、そうするとここから V3 スポーツは仕掛けていくというよりは耐えていくというレーンになっていくわけですね。あまり不要に仕掛けてしまうとカウンターくれます。さあグレイシャルプリズン、これはただネオうまく避けている。みんな俺に夢中のエンゲージは当たっていません。ここネオ選手素晴らしいですね。さあトップレーン、煉獄の鎖ノックアップが入ったぞ。ヘルスの有利レイヤーが作っている。さあノックアップはただ回避、リポストはレイヤー当たっていません。さあトップレーンレイヤー選手不利なマッチアップでありながらうまく耐えていますか。それにはブラックリーバーが完成したところで、まあ、ダメージの交換今であれば勝てるという判断ですね。フィオラが弱い時間帯ということですね。ここからパサ選手であればおそらくトリニティフォースに行くのかなというふうにも思うので、そこが完成するまでに、まあ、有利を作っておきたいという判断でしょうね。ネオエースかなり強気に入っていくか。ここは囲んでいるのは戦後ゲーミング、スネアからネオが捕まったが、ここはストップウォッチを発動しています。刺さるにはデスグラインダーからネオが反転をする構え。ただスタンが入ってネオ動くことができないぞ。そこにフォーカスを合わせていくのは戦国ゲーミング、1キル獲得。戦国ゲーミング、いや今デスグラインダーがスマイル選手に当たっていたので、フォーカス阻止はタカ選手だったというところを考えると、おそらくタカ選手にデスグラインダーを当ててフィアからという状況を作りたかったんでしょうが、スマイル選手がそこをうまくカバーしましたね。うまく間に入ってということですかね。さあ先ほどのシーンです。このところ V3 としてはやはり相手が仕掛けられるタイミングで奥に行き過ぎてしまったというところが響きましたね。両選手もここのストップウォッチのタイミング素晴らしかったんですが、ここですね、デスグラインダースマイル選手に当たっているので、それを見てタカ選手が前に出ると綺麗なアグロピンポンできてましたね。自身にアルティメットを使用しながら前に出ていきましたタカ。集団戦を一つ勝って戦国ゲーミング1キル獲得です。キルはタカが取っています。やはりこの時間帯からは戦国ゲーミングの時間が続くというところもあって、 V3 としては少し不用意に相手のジャングルに入るというところは警戒しなければいけませんね。さあビビットの視界コントロール、そしてスマイルが少し面白い動き。ただ V3 もかなりボットレーンに人数を寄せていますか。サビビットのフックしっかりと当てた、ライナに飛び込んでいく。ただここは判定狙っているぞ戦後ゲーミング。スマイルやってきてはいるが、しかしわずかにダメージは足りていない。エースのテレポート判断が非常に早いぞ。パズが後ろに飛び込んでいた、バックラインを崩壊させているのはパズ。さあ1キル2キルと獲得に成功しているのは V3 スポーツ。スマイルもこれは逃げるしかないが、パズがブリンクで追っていく。下からはビビット、さあレイヤーにフックを当てる、そしてランタンで回収。レイヤーをそのまま狙いに行きます。パズはスマイルを完全にゾーニングしている。グラビティフィールドでレイヤーも捕まった。さあその間にスマイルを倒しきってレイヤーをフラッシュアウトだな。エースが強気にフラッシュで追っていく。スローも入ってバリアを展開、最後はネオが持っていって V3 スポーツ、エースですか、5キル獲得ですか。いや4キルですね。タカ選手トップレーンでスピリットプッシュをしていたので4キル獲得ですね。いや V3 としてはかなりいい仕掛け、やはりビビット選手のフックからでしたね。やはりこのビビットがしっかりとエンゲージをできるとこのチーム強いですよ。先ほど無理をしておいてたワードが聞きましたかね。そこに対してパズ選手がテレポートを先にすることによって、タカ選手のテレポートはトップレーンに使っていましたから、ここないという判断もできていましたし完璧でしたね。いつの間にかパズ選手がバックライン入ってたんですよね。ここさっきキャッチされたシーンで置いたワードだったんですよね。無理をしてでも置いたワードが効きましたね。ここで4キル取れるのであれば先ほどの1キルなんて安いもんですよ。まあ14トレードですからね。さらにはビビット選手またしてもここをフック当てている。
は完全にビビット選手のフックが冴え渡ってますね。ここも読んでますからね。さあこのビビットの活躍もあって V3 が大きく集団戦を勝ちました。さあこれちょっと V3 が耐える時間短くなってくるんじゃないですか。さらにはここ耐えやすくなりましたよね。ミッドレーンのタワー、そしてボットレーンのタワー割れてますし、ピオラのスプリットプッシュであったり、まあ、ミッドレーンのところ1対1の3の部分が耐えやすくなるという展開でおいても、まあ、V3 の得意な形です。そういったところを見ても戦国ゲーミングとしてはやりづらい時間が、まあ、やりやすい時間帯が短くなったといった方が正しいでしょうね。そして V3e スポーツが3つ目のクラウドドレイクですよ。いや、さらにローテーションの部分が強化されましたね。パズ選手の移動速度が上がるという面においても 1v1 のところでもそうですし、セジャーにリサンドラがガンクに来た際もより逃げやすくなりますよね。これ戦国ゲーミング V3 スポーツの1対1に対応すること非常に難しくなりましたね。なんとかライナ選手の俺に夢中から引っ掛けるしかないですが、やはりグレーシャルプリズン方向指定のスキルで当てづらいですし、さあ待っている。ここはビビットを狙いにか、ここはスパイククラッシュアウト、スローは入っている。みんな俺に夢中を展開しますが、ここは仕掛けきれません。戦国ゲーミングビビットのフラッシュがダウン。さらにそこで仕掛けきれないとこのサイドレーンの2人がレーンを押し上げると、 V3 がこのドラフトでしたかった1 3 1の形。さあただここは強気に戦国ゲーミングパズを狙いに行く。ミッドレーンからタカが合流してきた。ワールドエンダーを展開。レイヤー一度復活することができます。さあパズがそのレイヤーを一度落としますが、いやこれタカもいけるんじゃないか。さあただ3対1の形を作られてはどうしようもありません。シャットダウン獲得は戦国ゲーミングを追ってき、ただトップレーンのインナータワーが大変なことになっているぞ。パズ選手の動きによって人数差が作れたのでという形ですね。そのままバロンの視界のコントロールはできますか。さあトップレーンのインナータワー獲得、 V3 スポーツです。さあトップレーンサイドバロン周りの視界のコントロールですね。パズ選手もしっかり時間を稼ぎましたね。今のところですぐさま倒されていたのであれば、やはりトップレーンのセカンドタワーを倒しきるというところまで時間を稼ぐことできませんでしたから、素晴らしい動きでしたね。そしてパズ選手トリニティフォース完成しましたよ。ここからはもうちょっとレイヤー選手では太刀打ちできないでしょうね。最低でも2人でも3人は欲しいですかね。先ほどのように3人いないと2人でも倒されかけていましたから。そうでしたよね。マーキュリーブーツを履いていることからもリサンドラの CC を与え続けてというふうにもうまくいかないでしょうし、戦国ゲーミングとしてはこのバロンの視界を絶やさないようにしつつ、なおかつパズ選手もしくはエース選手を狙い撃ちにするという展開が理想ですかね。3の部分を狙ったとしてもやはりゼロスト選手ビビット選手視界のコントロール確実に取っていますし、うまく決まらなかった、やはりサイドレーンにうまく決まったといういいイメージがある方に行った方がいいでしょうね。 1-3-1 の1の部分を狙いに行った方が戦後ゲーミングがいいわけですね。さあただやはり V3 e スポーツはそれでも 1-3-1 を継続、トップレーンにエースボットレーンにパズです。エース選手を本当は狙いたいんですが、ただパズ選手を放置するともうレイヤー選手耐えられませんから、戦国ゲーミングとしてはかなり難しい選択を迫られていますね。ただパズをミッドレーン付近に寄せてますか。さあエーストップレーンの高にイグナイト、スローは入っています。追っていくのはエース。さあただタカここは2発目のスローはしっかりと受けています。ここはまずパズ選手をミッドレーンに寄せた上でバロン周りの視界を確実に消すという動きですね。ここからパズ選手がサイドレーンにロームすること、さらにはスプリットプッシュを展開することによって視界のコントロールを生かしてバロンとフィオラどっちを取るのという揺さぶりをかけると、そういった形になると思いますね。さあパズ合流させてそのミッドレーンのプッシュ、ただこれ V3 バロンを取りたい、そのような動きにも見えますね。サイドレーンをプッシュするのではなく、やはりマークスマンがいないことを考えて DPS が足りない、
やはりフィオラもそこに参加して集団戦で確実に勝利をした方がバロンをより取れるだろうという判断でパズ選手を合流させていると、そういった形ですかね。この段階の集団戦であれば V3 スポーツは勝つことができると考えているわけですか。やはりもうビルドが揃ってきてビクターも通行は完成しましたしフィオラも通行は完成している、集団戦をすれば確実に勝てるという自信があるようですね。ただサイドレーン、ボットレーンのレーン状況が戦国ゲーミングのプッシュレーンの状況なんですよね。それを考えると V3 としてはこのまま時間を長引かせているとレーンの状況がきつくはなるんですが、当たらなくてはいけないわけですね。んただここもしっかりとさばいています、戦国ゲーミング。さあまだパズはミッドレーン、戦国ゲーミングとしては相手が絶対にバロンベイトをしているだろうという判断で慎重に慎重に前に進んでいますね。さあここは戦国ゲーミングをうまくやっています。そして視界のコントロール取り返しましたし、ここのところで事故が起きなかったというのは戦国ゲーミング救いですが、ただゲーム時間が伸びるほどビクター・フィオラは育っていきます。どこかで戦国ゲーミングとしては仕掛けなければいけませんね。そのタイミングを一つ V3 が潰したといえば潰したという形にはなるんですが、オーシャンドレイク獲得は V3 スポーツです。ただここからの視界のコントロールですよね、一度取り返されましたから、ここで不用意に行ってしまうとセジアにリサンドラのキャッチがありますから、ビビト選手そしてネオ選手としてもかなり警戒しているという形ですね。さあ戦国ゲーミングがバロン周りの視界の主導権握っています。パズ選手がプッシュできるまではちょっと V3 としてはうまく動けないという時間帯ですかね。ボットレのパズのプッシュを待ちたい。さあそれまではミッドレーン少し耐えなくてはいけない V3 です。ここはもうミッドレーン強引にプッシュしてタワーに圧力をかけながら隙を見てバロンのタイミングを狙うと、パズ選手にテレポートを使わせたいという判断でしょうね。さあそのパズもうすぐボットのインナータワーに触れるかというところまで押せていますよ。いやここ何か戦国ゲーミングとしてはアクションかけたいんですが、これだとただでタワーを取られるだけになってしまいますが、取れましたね。今のところバロンによってバロンラッシュのような形を取ってそこから反転という形を取りたいんですが、ただ戦国ゲーミングとしてもうまく集団戦を勝つプランが今のところ見えていないというところですかね。バロンを先に触ってテレポートを使わせてもそこから勝てないということですか。まあ、テレポートを使わせて下がるという判断ができればいいんですが、ただバックラインにテレポートされたというさっきの、まあ、記憶がある以上はちょっとその警戒をしきれていないので無理はできないという判断ですかね。まあ、実際バックライン飛ぶ用のテレポートワードブルバフのところに刺さっていますし、それを警戒してという判断ですかね。ただ戦後ゲーミングこの動きを続けているとパズ選手にずっとずっとこれオブジェクト取られ続けてしまいますよ。サッシュももう完成しましたから、リサンドラのアルティメットから一気に持っていくというところも難しくなりましたよね。戦国ゲーミングとしてはちょっと決断がうまくできないというところが続いてますね。その決断ができるか戦国ゲーミング、睨み合いが続いていますが、この展開は V3 にとっては美味しいわけですよね。ビクターとしても次にボイドスタッフもしくは、リライですかね、クリスタルセプターを積むことによってさらに回答能力そしてダメージを上げていくということが可能ですし、フィオラはここから固定ですかねに行くことによって生存能力を上げる、集団戦がかなり強化されますよね。その前に戦国ゲーミングとしては決めたいんですが、ただ V3 の131があまりに完成度が高いのでうまくいっていないという形ですかね。ただここはパズを狙いに行くような動き、しかしパズここは警戒して前に出ません。ここで不用意に行ってしまうと視界が取り切れていないことも考えてちょっとバロンが危ないと。そしてその間に V3 はバロン周りの視界のコントロールです。あゼロスター選手もうクリスタルセプター完成しましたね。こうなれば集団戦 V3 も非常に強いですからね。さあどうする戦後ゲーミング、ネオが飛び込んだ、リコールが少しずれている、スマイルここはスローを返してなんとか逃げ切ります。ライナ選手がリコールのタイミングだったので無理には仕掛けないという判断でしたが、ただバロンを触り始めました V3。 ファーサイトルタレーション
視界を取るな。戦後ゲーミングまたしてもスマイルにフックが入った。スマイルここはフラッシュアウト。ここはみんなオリズム中。いやーフォーマンノックアップか。さあさらにそこにタカが合わせるようにテレポートを返すのは V3 スポーツだが、ネオが先に倒されている。さあパスがバックラインへ飛び込むことができているか。追ってきたら素晴らしい回答だ。スローが入った。追ってきを守るようにレイヤーがノックアップ。ただパスは届く。追ってきを倒しきって V3 スポーツここから一気に反転だ。タカもゼロスがしっかりと持っていって、さらにはレイヤーにも届きそうだ。さあどうだライナー。そしてスマイルは逃げる選択をしていそう。これはなんとか逃げられますか。そしてレイヤーこれリコールが見つかってしまう。ビビットフラッシュインで飛び込んだ。ゼロストが最後はデスレー持っていってキリングスプリー。いや V3 スポーツ 4-1 トレード。いやここ集団戦勝ち切りましたね。ライナー選手のオルニム中からのフォーマンノックアップですか。さらにそこにタカ選手のアルティメットのダメージが加わって、これはちょっと持っていかれたかなと思ったんですが、トゥルーショットがなかったですかね。そこにトゥルーショットバラージのダメージまで入っていれば完璧だったんですが、少しダメージが届ききらなかった。やはりここまで長引いたことによってビルドが完成したというところが響きましたかね。これがあともう5分、あと7分早くできていればというところではあったんですが、時間をかけすぎてしまった。ツケが回ってきましたかね。さあどう、ここは抑えています。完璧なタイミングでしたけどね。ランタンギリギリ間に合いましたね。いや戦後ゲーミングが一瞬取ったかなと思ったんですが、ここは V3 スポーツバロン獲得です。いやここのところでしっかりと視界のコントロール勝ってうまく判定できたかなとも思ったんですが、ここからですよね。ライナ選手そしてタカ選手のこのダメージ、ただリデンプションで回復してたんですね。これが効きましたか。さらにはパーズ選手が相手のスキルがなくなったのを見てから大関選手に対してしっかりと仕掛けていく。いやもうすでにもう 1v5 で取り切るような形でしたからね。もうここまでスパーズが育てばということですか。この集団戦やはりパーズ選手にフィオラを使わせるとこうなるというところになりましたね。さあオシャンドレック獲得も V3。 さあ戦国ゲーミングとしてはかなり苦しくなってきました。ミッドレーンをプッシュしているのは V3。 この視界のコントロール浮いているチャンピオンをピックアップするしかもう戦国ゲーミングとしては打つ手立てがないというところで狙ってはいるんですが、ただ V3 としても冷静に対処してますね。相手の姿が見えない。うちは相手のジャングル入っていきませんね。フィオラも92発でレイヤー選手体力ないですよ。これはちょっと一人で対処することはできないですね。さらには複数人数をかけるとこのようにバロンバフの圧力で一気にタワーが削られてしまう。トップレーンのタワー、そしてインヒビターはもう割れていますから、放っておいてもネクサスタワーに到達しますし。さあそしてこのパズ一人では止められません。インヒビタータワー獲得、ボットレーンのインヒビターを割ってからランタンで回収、そしてミッドレーンへ合流という形ですね。さあエースを狙いに行った戦後ゲーミング、ここはストップウォッチを使用してエースが時間を作ります。ノックアップの後ディスデインを返してオートビビットがプレイでいい形のディスエンゲージ。さらにはその間にミッドレーンのインヒビター、横からパスがやってきている。さあこれで3インヒビターダウン。ミニオンが到達しますよ。バロンミニオンやってきています。さあ戦国ゲーミングが守りたいところ、ただパスがこのプレッシャーです。パス選手がもう前に出るだけで下がらざるを得ない。さあなんとかウェーブをクリアしてネクサスタワーギリギリ守っているか。ただ V3 スポーツここでテレポートをしよう。エースがやってくる、フルヘルスでやってくる。さあパズが一突きするだけでこのネクサスタワー割れていきます。ここでライナーが前に出た。ノックアップを3マン、またしも素晴らしい形で決めているが、ゼロストストップパッチ、ゾーネの砂時を使ってシャッツダウン、なんとかゼロスト打ち取った。キャリーが V3 落とされているが関係なくネクサスに行くのか。パズが強いのか。ネオは落とされません。2キル獲得 V3、 そのままネクサスを破壊して勝利したのは V3 スポーツとなりました。いや V3 スポーツ中盤以降の1対1の展開非常に綺麗でしたよね。序盤のところでは、有利を作ったもののうまくスノーボールできずにというところで戦国ゲーミング巻き返すかなとも思ったんですが、その後しっかりと戦国ゲーミングの時間帯になったとしてもテレポートの有利を生かしてゲームコントロールしてきましたよね。戦国ゲーミングとしては1対1の展開にちょっと揺さぶられるような形になった
やはり新規チームというところもあって少し苦しい戦略を相手にする形になりましたね。ちょっとこれ V3 スポーツ新たな強み見つけたんじゃないですか。エース選手パズ選手をサイドラインに置いてですよね。パズ選手のやはりハンドスキルの高さ、ここは見逃せないポイントの一つになりそうですね。ちょっとこれから対戦するチームとしても V3 スポーツの 1-3-1 という展開ちょっと警戒しなくてはいけなさそうですよね。さらには今フレックスピックが非常に流行っている中で、ここ例えばフィオラをバーンしたとしてもパズ選手新たなファイターであったりといったところ、スピリットプッシュが得意なチャンピオンをいくらでも出せるでしょうから、それだけで対策するというのは難しいでしょうね。このシーンです。このエースがワードを置いていたと。このワードなんですよね。まあ、1キル取られはしましたが、戦国ゲーミングが強い時間帯であるということを考えても1キルであれば、まあ、問題はないという判断でしょうし、さらにこの次なんですよね。ここですね。ここ高選手がテレポートをトップレーンに使用していたことをしっかりと、まあ、確認していたというところ、さらにはこのバックレーンのテレポート、これはもう気づけないでしょうね。先ほどの集団戦でエース選手が置いていたワード、ここは機能してという形。さらにはビビット選手のこの立ち回りもそうですが、ランタン、そしてフックの使い方が絶妙ですね。この試合はビビットのフックが本当に決まりましたね。序盤あれがなければ戦国ゲーミングとしてもレベル6になったタイミングでどんどん仕掛けていくはずだったんですが、ビビット選手がゲームをコントロールしたことによってですよね。いや、これが決まって勝てないんですよ。ビビット選手のこのリデンプションの判断、ビルドの選択ですよね。さらにはここまでゲームが長引いてしまったことによって V3 全体のビルドが揃ってしまったというところも大きく影響しましたね。さあこの後、はい、ということでダメージ、おお、パズ堂々の1位24,569、すごいですね。ビクターもかなりダメージが出るチャンピオンではあるんですが、それを1万以上越してというところで、やはりクラウドドレイク3つというところが大きく響いたような形にも見えましたね。どうしても移動速度が速すぎて1対1の展開についていけない、さらにはパズ選手のパフォーマンスがこれによって上昇すると。そう、1周目を踏まえて V3 スポーツはかなり修正できていそうですね。これはそうですね、中盤ちょっとヒヤッとする部分もありましたが、ただやはり序盤のメイクは圧巻のものがありましたし、中盤以降のローテーションですよね、1対1の段階でしっかりと組み立てられていた、非常に素晴らしいと思いますね。さて勝利した V3 e スポーツからウィーク MVP を視聴者の皆様に決めていただきたいと思います。ツイッターにてハッシュタグの後に選手名をつけてツイートして投票してください。投票受付時間はこれより3分間です。皆様からの投票結果と私たちキャスターチームからの投票結果をもとに週間の MVP を決めさせていただきます。ウィーク MVP は各レーンごとの MVP5 名選出、そしてその中からウィーク MVP1 名を選出いたします。ウィーク MVP の発表は来週の放送にてお知らせいたします。いやー、どうしますか。僕はビビット選手を挙げたいですね。やはりパズ選手であったりゼロス選手がしっかりとファームができたのはビビット選手の序盤のあのスレッシュの動きがあったからこそだと思うので、僕はビビット選手にしたいですね。まずはフックを当ててからのファーストブラッド、さらにはボットレーンの 2v2 のところでもう一度フックを当ててなんていうシーンもありましたからね。ただ僕はパズ選手に入れたいかな。まあ終盤のあのインパクトの強さ凄まじかったですからね。さあそれでは勝利チームのビビット選手へのインタビューがございます。武田さんお願いいたします。はい、さあ V3 e スポーツよりビビット選手に来ていただきました。初勝利おめでとうございます。あ、いいですね、声援も飛んでおります、ありがとうございます。さあ初勝利ということですが、先週からチームうまくまとめてきましたね。はい、僕ら選手は練習が始まったのが1月の10日くらいで始まったから、チームがあんまりチームって感じじゃないんですけども、今週のために練習頑張ってきて、今週1試合勝って、
小西です。はい、この1週間でまとめてきてくれたということでございます。さあ、藍津さんお願いします。はい、その、まあ、はい、まとめたということはちょっと事前に用意してた質問ではちょっとないものをしようかなと思うんですけど、はい、まとめるにあたってどういったそのコミュニケーションだったりチームとの会話、メンバーとの会話を どのあたりを重視したんですかね。まずこの人とこの人が考えることが違うんじゃないですか、ゲームって、はいはいはい、それを事前に言ってからゲームするように、うん、それができるように今週練習 しました。意思の疎通を、ね、しっかり図ったということですが、さあ次の試合がもうすぐアクシズですが、うん、意気込みの方カメラに向かってお願いします。お願いします。先週リハしたんですけども、はい、今週は優勝して家に帰りたいんです。優勝して家に帰りたいということで、皆様応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。 V3 e スポーツよりビビット選手でした。ありがとうございました。さあ、それでは次の試合までインターバルです。